今の天下に不満を持つ浪人は多い。若様さえ担ぎ出せれば乱を起こすことも可能だ。うん、それなのだが、どうやら若様は生きていて、今は小次郎と名を変え。待て、外に何やら気配が。お話をせがんでるの？じゃしてあげる。ここに城があったって昔話。九州平定がなって、天下人は土着の豪族が邪魔だった。それで挑発して一揆を起こさせ排除したんだ。その豪族の中に若様って人がいたらしいよ。家来も一族も戦の中で皆殺しにされていく中、剣に優れたその若様って人は一人生き残っちゃった。で、討ち死にを装い、名と姿を変え、別の人生を歩み出した。でもその一揆で家を失った浪人たちは、その若様って人を担ぎ出して乱を起こそうとしてる。お上も乱を警戒して若様を処分しようとしてる。そんな架空のお話。もう僕は戦なんて嫌だ。何もかも失うだけだもの。僕は何もかも忘れて剣にだけ行きたいんだ。我が力が必要であろう。今回は追撃が任務だ。クラがいい。敵の守りで敵を跳ね返すのじゃ。クラがいい。我が子にしてくれる。敵将、討ち取ったり。弱い者は消える。戦場の掟だ。僕も切りたくなってきた。風を封じ込めることができます。
仲間を援護する。いけるな。消える。戦場の掟だ。負けてしまうとは。敵は倒す。これが戦場の掟だ。本気でそうかね。ドラえもん様と勝負。かわいそうな人、これで救われたい？本気で来い。勝てるかもしれない。これで救われたよ。今回は追撃が任務だ。長い。脅威を突破する。弱い者は消える。戦場の掟だ。Sure.
討ち取ったり。今回は追撃が任務だ。敵の攻撃など受け切ってみせるわ。嘘ついてるからね。バカ野郎、女は嘘をつくから可愛いのよ。美女さん、俺様は命がけで行きますぜ。この後に及んで援軍か。突破口を開く。できるな。ありえない。押されてなら。
解だ。だが礼は言う。本気だ。そうか、お前を手柄にする。覚悟せよ。負けるわけにはいかないのです。葵は弱いものは消える。戦場の掟だ。いい切りっぷりだ。僕も切りたくなってきた。長い。お相手いたす。弱いものは消える。戦場の掟だ。撤退する。葵は敵は倒す。これが戦場の掟だ。